皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回は先日アップロードした歌いストカバーの星野源さんの「恋」という曲の解説をさせていただこうかなと思います。まあ、コメントにね、なんか解説動画作ってくださいみたいなリクエストがたくさんありましたので、まあ、ちょっくら作ってみようかなと思った次第です。でも、まあ、今回もね、すごいこう難しくなると思いますので、コピーする際は心して、チャレンジをしてみていただければと思います。で、まあ、結構長くなると思うので、とりあえず15分ぐらい経ってから、ちょっと1回こうバツッと切って、2本目の動画に切り替えてという感じで進めようかなと思いますので、よろしくお願いします。という感じ。ではでは、今回も画面のズババババとピクチャーインピクチャーをして、お手元もお見せしながらやっていこうかなと思います。まず、レギュラーチューニングに設定をして、カポ1に設定をしてください。で、キーが D になるので、女性が歌うから、ね、D までそのガーッとキーを上げるわけですよ。なので、まあ、元々のコードからかなりかけ離れることになるんですけれども、まあ、その辺はおいおいやっていきましょう。ではでは、まずイントロからいってみましょうか。イントロ。こんな感じです。何倍？まあ普通にコードを弾いてるだけって感じですね。G から C ラインス。で、Bm7th。で、D ラインス。G、C ラインス。で、Bm7th。で、D ラインス。まあこれを繰り返してるだけです。で、右手はこのドンドンとシブで、手首を落としながら。で、こっちのスネアの音が入ってからも同じような感じで。こんな感じで。この叩きながら鳴らす動作が入っていきます。で、その次、Em7th。なんだっけ。そうですね、僕はよく Em7th をこういうフォームで弾くので、よかったら真似してみてくださいませ。この0-2-2-0-2-2-0-3-3 って感じですね。で、その次 G、A音 G。こんな感じです。で、そのね、A 音 G で決めるときは、ちょっとこうね、叩きのパターンも変えて。という感じで締めます。これが、まあ、イントロのパターンです。ちょっと通してゆっくり弾いてみますね。こんな感じです。何枚です。で、その次、A メロに入ると。まあ、こんな感じになるんですけども、ちょっとまず一通り弾いてみます。A メロ。ワン、ツー、スリこんな感じです。順番にいきましょう。まず D コード。この5777の、バレエコードの D コードですね。で、ちょっとコードだけまずいきましょうか。D コード。で、その次 F シャープマイナー。で、その次 B マイナー。で、その次は、これは D シャープディミニッシュ7かな。
で、その次 G。で、その次は F マイ、F シャープマイナー、7。で、またさっきの E7th。Em7th が来て、A4G が来ると。ちょっともう一度。で、F シャープマイナー7。で、B マイナー7。で、D シャープディミニッシュ。で、その次 G。F シャープマイナー7th。で、E マイナー7th。A4G。で、その続き、また同じように D からスタートして、で、F シャープマイナー7th。で、B マイナー7th。で、D シャープディミニッシュ。で、一拍ずつ G、D、G、D、F シャープ。で、その次 A5 で持っていくと。G、D、F シャープ。で、A。で、また D に戻って、一周するときに G 音 A になると。G 音 A。さっきから僕 A 音 G って言ってましたっけ、まあ、正しくはこれ G 音 A ですね。G 音 A。こんな感じです。コードはそんなもん。で、この右手が何気にすげえ難しくて、このパツパツする音を鳴らしながら、このストロークをしたりとかしなきゃいけないんですよ。ギターソロ部分とかがね、すごい皆さんはなんか見てて、すげえって思ったかもしれないんですけれども、僕としてはこの A メロが一番難しいと思います。ギターソロとか単なるカッティングなんで、あれはまあ別にそんな難しくないと思うんですけど、このミュートをしながら、この2を鳴らしていくのをなんかこうリズミカルにというか、リズムよく演奏するのがすげえ難くて、僕はここが一番難しいと感じます。ちょっとゆっくりやってみます。頭からいくと、そうすると。ストロークしたりとか、ダウンストロークしたりとかをしていきます。で、親指でこう、ブンって弾くときもあるし、2を入れるときもあるしっていう感じでしょうか。ちょっと順番にいくとすると、最初は、親指が根指で、バンと行きます。そうですね、この辺は人差し指ですね。こんな感じです。ちょっともう一回ゆっくりやってみましょうか。D から F シャープマイナーセブンス、B マイナーセブンス、ディミニッシュセブンス、G、F シャープマイナー、D、で、G を A。ちょっと。そんな感じです。ちょっと D がたまに D メジャー7やったりしますけども、これは、まあ、僕の気分という感じです。別にどっちでもいいです。D でやろうが、D メジャー7でやろうが、あろうが。これがまあその A メロ部分という感じですね。で、次、B メロ。B メロのところから叩いていきます。まず、ちょっと弾いてみるとこんな感じ。B メロ、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォーかな？なんかこんな感じだった気がします。まず G からスタートですね。コードからいきましょう。まず G。で、その次は F シャープマイナー。で、その次。なんかコードネームで言うと、これなんかわけわかんない名前になるんですけども、ちょっと忘れてしまいました。なんかディミニッシュっぽい何かです。ディミニッシュっぽい何か。ディミニッシュではないけど、ディミニッシュっぽい何か。まあ、こんなポジションです。
よく使います。で、その次 Bm7 ですね。普通の Bm7。で、その次また G からスタートして、Fm7。で、ディミニッシュっぽい何かから、Bm7-11 かな、アド11。Bm7 アド11。で、これを2フレット3マス下げて、Am7 アド11も弾きます。で、また G に行って、Fsharp。で、その次、A、ディミニッシュ、Bm と1拍ずつ弾いていきます。A、で、ディミニッシュ。で、Bm。こんな感じです。で、その次 Em。こっちか。が続いて、また GOA で締めるという感じです。もう一回やってみましょうか。G からスタートして、Fm7。で、その次、Fm7、セブンスはつけてもつけなくてもちろんいいです。で、ミニッシュっぽい何か。で、Bm、G、Fm、で、ディミニッシュ。で、Bm のイレブンスが入って、一拍下げて、二フレット下げて、一拍ずつ弾いて、また G からスタートして、Fm。で、A、ディミニッシュ、Bm。で、また Em7になって、Gm7で解決するという感じです。で、右手のパターンは、なんかこの、テケ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 みたいな感じでやっていきます。ちょっとゆっくりやってみますね。すごいゆっくりやってみます。もう一度ゆっくり。こんな感じです。ちょっと右手の、ね、このパターンが難しいですけども、頑張ってやってみてくださいませ。ドツツとタ、ドツツとタ、ドツツとタっていうこの4つ目のドツツとここ。これは別に入れても入れなくてもどっちもいいと思います。トツツツ、パツツツ、トツツツ、パツツツでもいいですし、トツツとパトツと、トツツとパトツとやってもいいと思います。こんな感じです。では、結構いい時間になってきましたので、ちょっとまた2本目の動画に回しましょうか。2本目の動画では、サビの部分と、あとギターソロの部分、こちらの2つを解説させていただこうかなと思いますので、ぜひお楽しみにしておいてくださいませ。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。